ダシマ動画チャンネルカナトです。今日はボトルチェンジライダーシリーズ13仮面ライダービルドジーニアスパーメン。さあボトルチェンジライダーシリーズも13まで来ました、ついに、ビルドが最強フォーム完全無欠のボトル野郎ビルドジーニアスということで、今日はこちらを開けていきましょう。はい、出します。はい、外箱はね、このような感じです。はい、周りはね、こんな感じ。はい、上はこんな感じでね、遊び方が書いてあります。はい、背中のレバーを引き出す、レバーを下に弾く、フルビルドリアクターが回転ということでね、今回はこのようなギミックが搭載されているというものになっております。こんな感じですね。まあさすがに今回のやつは2つに分かれて別フォームと合体とかはないかな。うん、そうですね。はい、こんな感じね。じゃあ開けましょう。はい、では開封。おー、なんかすごいんだけど。さあ出ました、このような感じでございます。周りこんな感じ、すごいね。うん、改めてこうやって見るとすごいボトルがいっぱい刺さってる。うん、ね、こんな感じ。はい、目の周りこんな感じですね。フルボトルがいっぱいです。この辺はクリアパーツになっててね、こうやって角度を変えると色が変わる仕組みになってますね。かっこいいこれ。でね、額にはね、ベルト の、 あの回転部分が、ね、ついてるんですよね。でなんでない、こんな感じ。こんな感じで、ジーニアスフルボトルもセットされております。ソフビと比べるとこんな感じですね。うん、はい、こんな感じ。こっちはい、まあこれはこれでね、また素晴らしいものになっております。ちょっとギミックやってみますか。背中のレバーを引き出す、レバーを下に弾く、こうだ、こう、え、しまって、どうなった。あ、なるほどね、ここが回るんだ。こんな感じ、回ってます。綺麗だよ、ほら。なんだこのギミック。でね、このボトルチェンジライダーシリーズはずっと首可動がなかったんですけれども、今回なんとついに首が稼働します。イエーイ、最高だ、最高だ、最高だ。あ、上にはいかなかった。最悪だ。下は、イエーイ、最高だ、最高だ、最高だ。いや、ついに首が稼働したぜ。ほら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 、回る回る。イエーイ、やったぜ。イエーイ、いろんなポーズを決める。これなんか違うな、なんかドラゴンボールみたいな。ジードだよ。ジードな、ジードみたい。ジード。あ、ジードみたいだね。あ、でもなんかアマゾンっぽい。はい。まあでも今回もね、こういろいろな箇所が動かせられるのでね、いろんなポーズを、取ることができます。できますよ。首も稼働するからね。こんな感じでね、ライダーキックのポーズもね、かなりかっこよく再現できます。ライダーキック。ボルテックフィニッシュ、イエーイ、イエーイ、怪獣がいます。首が動くから本当にね、今までよりもかなり自由なポーズが取れるよね。勝利の法則は決まった。もう今回は腰も動くし首も動くし文句ないでしょ。なんだろうこの謎のギミック。ラジマ、はい、そんなわけで今日はこちらのボトルチェンジライダーシリーズ13仮面ライダービルドジーニアスフォームを紹介しました。はい、最後の最後で首可動が追加されるという。もっと早くこのギミック欲しかったです。うん、まあでもね、こちらめちゃくちゃかっこいいフォームになっております。皆さんもぜひ遊んでみてね。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いいたします。おすすめの動画も見てね。そんなわけで今日はこの辺でバイバーイ。